気取ったらまた私に黙っていなくなって、次の休みは一緒に帰省するって約束したのに、ほんと許せない。まただわ、最近嫌に左手がうずく。このままじゃあの子に心配かけちゃうわね。それどころか怪我でもさせたら、はあ、この手のことがわかるまでシドに会うなって意味かしら。いえ、シドは私がいなくちゃダメだもの。会わないなんて選択肢はないわ。だから弟の行き先を探っても問題なし。ついでにあの子に寄りつく女のことも。って何これ、黒い仮面。報告ご苦労様。オリアナの状況については今は静観ね。それよりシャドウ様の行方ですね。黒きバラへと飲み込まれてからすでに数日。もしもこのまま戻らないことがあったら。いいえ、必ず帰ってくるわ。シャドウはいつだって私たちの想像を超えてきた。今回だって同じはずよ。そのことは私たちが一番わかっているでしょ。アルファ様。そうですね、失礼なことを申しました。捜索に人員を割いている以上、私たちはいつも以上に仕事をしなければね。今できることをしっかりやっていきましょう。は、今できること、承知しました。目下の問題はオリアナに潜む教団残党の排除ね。その主会となるのがマクシミリアンという男だけど、なかなか用心深くて表に出てくることはほとんどないわ。しかし彼を撃たない限りオリアナは。どうにかして接触できればよいのですが。その件ですが、一つ情報を入手しております。聞かせてちょうだい。近く教団派の貴族邸にて仮面舞踏会が行われるようです。666、あなたはよく知っているでしょう。ですが、あの催しに教団が関わっていたことまでは。それだけ教団が世界中に根を張っているということね。ニュー、続けて。はい。今回の仮面舞踏会にはマクシミリアン直々に顔を見せる可能性がある、そう聞いています。何らかの罠であることは間違いないでしょう。ですがこれを利用しない手はありません。確かにこの機を逃せば次はいつになるか。ニュー、この件あなたに任せていいかしら。承知しました。それでは準備を進めます。あの私からもよろしいでしょうか。何かしら。九段のパーティーには招待状の代わりに仮面が必要となります。二つで一組となるもので、ペアで揃わなければ意味を持ちません。さらにはオリアナの限られた貴族にのみ配られる品です。私も一つは持っているのですが。その何か話しづらいことでも。もう一つの仮面は前にシド君に渡してしまったなんて言えないわ。もしも事実を話してしまったら彼が巻き込まれることになってしまう。それだけは絶対に。いえ、失礼しました。実はもう一つの仮面は紛失してしまいまして。そうね、かなり慌ただしいタイミングだったから仕方ないわ。666、あなたは一旦下がっていいわ。持っている仮面はニューへ渡してちょうだい。承知しました。ラムだったら嘘のつき方までは教えていなかったようね。もう一つの仮面はシドが持っているはずよ。寮から回収しておいて。やはり紛失というのは虚偽でしたか。アルファ様はそれでよろしいのですか。ええ、彼女なりにシドを気遣ってのことだもの。アルファ様がそうおっしゃるのでしたら。ついでというわけではないけれど、クレアさんの動きにも注視してちょうだい。いえ、正確にはクレアさんたちかしら。心得ております。
クレア様の中に潜む最悪の魔女アウロラ、彼女にも注意しておきます。まずは仮面の回収ね。シャドウ様の部屋はこの辺り。誰かが出てくる。あれは結局こんなものしか見つからなかったけど、何なのかしらこの仮面。クレア様、しかも例の仮面を手に持って。少し後をつけさせてもらいましょう。この本でもないか。ニドガルの美術史にも歴史にもこんな仮面は載ってない。それともミドガル以外の国のものとか。いや、そもそもなんでシドがこんなもの持ってるのよ。はぁ、あの子に直接聞ければ手っ取り早いのに。あの、少しよろしいでしょうか。誰？悪いけど今忙しいの。すみません、私図書委員をやっているものでして、突然のお声掛け失礼しました。ですが、ようやくその仮面を見つけたので嬉しくて。あなた、この仮面のことわかるの？じゃあシドのことも教えなさい。シドは今どこで何をしてるの？それはわかりかねます。私が知っているのはその仮面のことだけですから。そう。じゃあこの仮面は一体何なの？調べてもそれっぽいものが見つからないんだけど。それはオリアナの限られた貴族にのみ配られる特別なもの、舞踏会への招待状も兼ねている代物です。じゃあ弟は舞踏会に招かれてたってこと？そんなの誰が？まさか弟さんのものを勝手に持ち帰ったのですか？仕方ないじゃない。全然帰ってこない弟を探すいい手がかりだと思ったのよ。でもこれで分かったわ。あの子はオリアナ王国に。まただわ。大丈夫ですか？少し左手がうずいただけ。本当に何なのかしら。クレア様はまだ知らないのね、その左手に刻まれた文様のこと。まさかこれも魔人ディアボロスのことを気づかせるための采配？そういうことだったのね。え？いえ、何でもありません。先ほどの話ですが、一人でオリアナに向かっても無駄足になるかと。どういうことよ。シドがいるかもしれないんだから行かない選択肢はないでしょ。その仮面は二つで一つのペアとなっているんです。ですのであなただけで向かっても門前払いでしょう。ちなみに片割れがこちらです。それを見せて私に何をしろっていうのかしら。こっちの仮面を渡せとか？そうではありません。あなたには私と一緒に舞踏会に参加してほしいのです。きっといろいろなことを知るいい機会でしょう。弟さんのことも他のことも。うさんくさい。でも似たような仮面を持ってるってことは全く嘘でもなさそうね。いえ、迷ってる暇なんてない。シドが誘われてた舞踏会ならあの子のことを知ってる人がいるはずだもの。わかった、一緒に行動しましょう。ええ、よろしくお願いします。私のツテを使えばオリアナにも無事入国できるでしょう。もちろん帰りも心配いりません。出発は2日後、またお会いしましょう。クレアさん、それでは。あなた、いつ私の名前を。ってもういないか。あの女何だったのかしら。シドとペアの仮面を持ってるということは何かしらつながりがあるのかもしれないけど、じゃあ二人の関係は一体何？そもそもどうしてシドがそんな仮面を。はあ、考えすぎて頭痛いわ。